坂口安吾精神病を覚え書き。1ヶ月余りの睡眠治療が終わってどうやら食欲もで歩行もいくらか可能になった頃まだ郊外の散歩は無理であるから医者のふりをしてちょっと外来を見せてもらった幸い僕の担当が外来長の千谷さんであったから 無を言わさず僕が勝手に乗り込んだようなものであった他の精神病院のことは知らないが東大に関する限りここが精神病院の何より良いところであるお医者さん看護婦付き添いすべて患者の神経をいら立たせないようにこれ務めこれを先日に注意を払ってくれる神経科以外の病棟は 決してこう行き届くはずはずないだ,ろうと思っただから僕は他の病気で入院する時でも精神科へ入院してその専門の病室へ通うのが何よりだと思ったほどである僕が外来で新刊の診察を見た時患者は20人ぐらいであったそのうち78人は学童であったがこれはちょうど時期が休暇にあたっていたせいだという話であった。 学童の親たちは言い合わしたように「引きつけ」という言葉を用い「転換」という言葉を用いた者は完全に一人もいなかったこの「引きつけ」の学童たちはいずれも知能列島であったドストエフスキーの片鱗などは影もなくほとんど大部分が知能列島なのが普通だということであった千谷さんや若いお医者さんの話では パウロが転換ではないかということであり、バイブルに現れるパウロの表現に転換の要素が見られるということであったが、マホメットが転換らしいということは普通言われていることであり、共信的世界は確かに幻想の実在的確信を伴い、宗教家に転換患者がかなりいるのではないかと思われる節はある。僕が退院する2日前、小林秀夫が見舞いに来てくれて、 ゴッホはは分裂病ではなく転換じゃないのかと言い出した。一般に精神病のお医者さん方がゴッホを分裂病だというのは「ヤスパース」などを読んでその通り思い込んでおられるだけで小林秀夫のようにゴッホに関するほとんどあらゆる文献を読んでいるわけではない小林秀夫は十何年かの間ドストエフスキーについてほとんどあらゆる文献を調べ 今はまたゴッホ研究をやり出しているのであるが図らずもドストエフスキーとゴッホの発病時の表現に著しい類似のあることを見いだしたよしであったこの2人の芸術家はいずれも自らの発作について手記を残しているのであるがまず発病の時期に宗教的な三枚経を見る小林はルリジアス・なんとかと言った 僕らは酒を飲んで話を交わしていたので細かいことは忘れてしまったがこの「ルリジアスなんとか」という表現が2人の手記に同じ言葉が用いられているので小林は「ゴッホも転換じゃないか」と疑い出しているのであるこれだけの類似でゴッホも転換だと即断するのはもとより不当であり大体いい分裂病の症状は多種多様で無限の型がありうるからなおさらわからない しかし分裂病の方が多種多様だということについてはつまり精神病学がまだ幼稚であり多くの方をひとまとめに分裂病と呼んで済ましているだけのことではないかと思われる節が多い事実精神については医者のみならず分子も哲学者もその実態に確たるものを知り得ていないではないか。小林秀夫は、 フロイドの方法が東大において使用されているかどうかを聞き、使用していないという僕の返事にちょっと意外な顔をした。僕自身、発病して入院するまで、フロイドの方法をかなり高く評価していた。しかし入院して後は、突如として、フロイドの方法はダメだという唐突な確信を抱いた。大体、分裂病が潜在意識によるかどうかは疑わしいが、 僕の場合はうつ病でありそれにアドルーム中毒の加わったものである分裂病に比べればうつ病にはまだしも潜在意識の作用は確かにある何かが抑圧されていることが病状を悪化させる一つの理由となっていることは確かである東大でうつ病を治療するには主として持続睡眠療法であり他に電気療法なども用いるらしい 分裂病にはエンシュリン電気あるいは脳手術である僕の受けた治療は持続睡眠療法であったこれはある種の催眠薬によって人工的に1ヶ月ほど昏睡させるものであるこの昏睡の期間に患者は食事をとり要弁をし時に医者と話を交わし僕の場合は 本や新聞を片目をつぶりながら読んでいたりしたよしであるがそれらのことは全く覚醒後は記憶に残っていない1ヶ月眠って目覚めた時一晩眠ったとしか思わない初めは1ヶ月の事実の過ぎていることがどうしても信じられないものであるこの傾向は治療としての持続睡眠にのみあるものではなく 催眠薬の中毒症状が全てそうで入院直前僕がアドルムを多量に用いて4 5十錠ずつ2十4 5日間用いた昏水を求めた時にもふと覚醒して一夜ちょっと眠った自覚しかないのに1週間が過ぎておりどうしても信じられないことが3度ほどあった持続睡眠療法もアドルム中毒の場合もそうであるが 反覚醒時に甚ははだしくエロになった全ての患者がそうかどうか僕は知らないしかし害してそうなるのが自然だろうと思われるのは何人も性欲については抑制しつつあるものでありまた催眠薬がこれらの抑圧を解放するというよりも性欲の神経に何らかの刺激を及ぼすものだと思われる フロイド的な抑圧の解放を意味するものではなく薬物にそれらの悪作用が付随しているだけのことでなければない方がよろしいであろうこの悪作用を伴わない催眠薬が発明できれば大変よろしいように僕は思った東大で持続睡眠に用いるズルフォナールという催眠薬は反覚醒時にエロチックにはなるけれど粗暴にはならない。 ところが、アドルムという催眠薬は、これを多量に連用した後の半覚醒時に、甚だしく凶暴になるのである。アドルム中毒患者は、日本の学会にはまだ報告されておらず、僕が第1号であったと千谷さんの話であったが、僕が入院して1ヶ月半ほどのちに、第2号が現れた。これは28の婦人で、おまけに、 僕の倍量100錠ずつ連用したというのだから無茶であるこの患者も甚だしく凶暴性を表したということであった僕自身の場合からをしてアドルムという催眠薬は用法によく注意しなければならない定量の1錠せいぜい2錠を限度にしてそれ以上は決して用いない方がよろしいアドルムは 何か地底へ引き込むように睡眠へ引き込むが僕の場合は1時間長くて1時間半で目が覚めたまた服用するまた1時間で目覚めるまた服用するこうして次第に中毒してしまったのだが何分僕は無理に仕事をするために覚醒剤を多量に用いざるを得なかった。 それだけまた眠るためには多量の催眠薬を用いざるを得なかったこととなり、要するに生活が不自然でありすぎたのである。アドルム中毒は甚だしい幻聴を伴い、歩行が不可能となり、極めて不快であり苦痛なものであるから、こういうことにならないように注意すべきだと思う。そんなことを言いながら私は、 2ヶ月のうちに某雑誌社と手を切るために56万円の借金を支払うため書いて書きまくる必要に迫られておりどうも23ヶ月後にまた精神病院へ逆戻りせざるを得ないのではないかという不安にも襲われている僕はしかしそれを克服するだけの意志力を持たねばならないということを信じており必ず戦い勝つ勝たねばならぬ とも信じているのであたぶん僕は勝つだろう話が脇道へ逸れてしまったが僕が東大へ入院し僕の受ける療法が持続睡眠といって1か月昏睡させるものだと聞いた時に僕が思い出したのはフロイドであったつまり昏睡させておいて医者が暗示を与え 抑圧された意識を解放しようとするのではないかと疑ったのであるそれはダメだダメです僕は幻聴だらけの眠れない夜心に叫び続けていた僕は精神の最も衰弱し最も不安定の時期であるゆえにフロイドの方法が両方として実は不可能だということを悟ったのであるつまり 最も精神の衰弱し不安定となっている僕は何の暗示を受ける必要もなくあらゆる抑圧がほとんど不可能になりつつありそして抑圧が不可能になりつつあるということが僕を最も苦しめ病状を悪化させているのであったつまり患者としての僕がその時最も欲しているのはただ一つ抑圧。 それに他ならなかったのだ。抑圧を解放してはならないのだ。あらゆる抑圧を解放すれば人間がどうなるか分かりきっている。色と欲、ただ動物、それだけに決まっているのだ。フロイドの方法は理論的に公正に巧みであるが、 あそこから決して実際の治療は出てこない。僕個人の場合であるが、患者としての僕が通説に欲しているのは、ただ単に健全なる精神などという漠然たるものではなく、自我の理想的な構成ということであった。大体、健全なる精神とは何のことだろうどこに目安があるのだろうある限度の問題かもしれないが、 そんな限度は患者としての僕にとって問題ではなかった。僕はその時思った。精神病の原因の一つは抑圧された意識などのためよりもむしろ多く自我の理想的な構成、その激烈な記念に対する現実のアンバランスから起こるのではないか、と。僕が 回復後精神病者を観察ししてて得たた。結論も害してそうであった僕が外来患者の診察を見学した時10人くらいは分裂病であったが「どうです驚いたでしょう?」という千谷さんに答える僕の言葉は「いいえ!」ということだけであった一人の患者を除いてあとは極めてありふれた僕の見慣れた人たちであった 僕らのような分子家業をしているとほとんど毎日のように見知らぬ青年が訪ねてくるそれらの何分の1かは明らかに現在分裂病と言われているものであり東大精神科の外来室にいる患者と異なるところがなかったのである滞在したまま30分も喋らずにいてどうしてもしゃべる言葉が浮かびませんと焦然と帰っていく青年 履歴書や身分証明書のようないろいろのものを取り揃えてやってきて就職を頼み紹介状を書いてやり宛先の雑誌社に電話をかけておいてやるのに姿を見せず1ヶ月ほど過ぎてまた正然と現れどうしてもいけなかった心境を述べて重ねて同じ紹介を依頼しそういうことが面々と重複する青年原稿を読んでくれと送ってよこし その翌日には「恥ずかしいから焼却してくれ」と電報をよこしまたその翌日には「あれは確かに傑作だから読んでくれ」と電報をよこしその翌日には「やっぱり焼いてくれ」と電報をよこしこういうことが10日間も続く青年手の指を5本切るから1本について1万円ずつ金をくれなどなど こういう文学青年の訪れは大体いいどの作家も経験があるに相違ない僕が東大精神科の外来で見た10人ほどの患者は僕の応接間へ現れても不思議ではない人たちが主であった分子の応接間と精神病院の外来室とは似たようなところだと僕は思ったいっそ応接間の隣へ電気治療室でも作ったら 「僕のたたた。た。めにも便利だろう、と苦笑ししほどであっっそして僕僕は思った僕の応接までもそうであるが精神病院の外来室においても患者たちが悩んでいる真実のものは潜在意識によってではなくむしろ激しい懸念と反対の現実のちぐはぐにあると見るのが正しいのだということを」。 彼らは自分の悩んでいるものを知っているのである。ただ人に言わないだけだ。そして人にすがったところでどうにもならないということを悟り、そういうところから炎人的になり、やがて神経が消耗してしまう。僕の応接間と精神病院の外来室との違うところは、外来室においては、 彼らは自らの意思ではなく他の人々に勧められてきており従って医者に対しては外部的なことだけしか語らないが僕の応接間では彼らは自らの意思によってきており主として内部的なことを語ろうと努力していることの相違であるだから彼らは特技上の内政については普通人よりも考えあぐね発作の時期でなければむしろ行い正しく 慎んででいるのが普通であり精神病院の看護婦などが患者に親切でその仕事に愛着を持つようになるのも患者らの本性の正直さやつつましさが自然にそうさせるのではないかと思った一般に犯罪者と精神鑑定とは離るべからざるように見られているが転換の場合とか異常発作の場合とかはとにかくとして例えば小平の場合などは これを精神異常というのは奇妙であり、明らかに犯罪者という別の定義があるべきではないかと思った。一般に精神病の患者は自らにかするに酷であり、むしろ過度に抑圧的であって、小平のような平凡さ、動物的な当然さはないものである。精神病者が最も多く戦っているものは、 むしろ自らの動物性に対してであり、僕が小平を精神異常ではなく、むしろ平凡であり、単に犯罪者であると定義するゆえんはここにあるのである。精神病院の患者は自らにかするに酷であり、むしろ一般人よりも犯罪に縁が遠い、と僕は思った。精神病というものは、家庭とか、 就職先とかそれらの摩擦がなければ生じないものでまた自らに課する戒律がなければ生じないものであるだから責任ある地位につき自らに課するに現なる社会人はおおむね精神病者と断定してよろしく小平のようなものがむしろ普通人の形態に禁じしているのである僕が見た外来患者のうちで、ね 僕の応接まで見かけることのない唯一のタイプの患者は、四十七の女であった。服装から判断して農家の主婦であったかもしれない。彼女は膝と足を紐と手ぬぐい用のもので二箇所縛られ、その夫と思われる者、またもう一人の肉親と思われる青年の二人に抱かれて外来室へ運び込まれてきた。彼女は、 原子を見ているる。のである右に天皇が見え左に観音が見え彼女はただ拝み続けているだけで医者の問いに返答せず返答する者は夫と思われる男でありその度に彼女は怒って夫を手で振り払うようにしたこういう患者は僕の応接前現れたことはないが世間にはかなり大いに相違なく こういう患者をめぐってある種の宗教が発生しているに相違ない。それらの教祖は別として、その信とは何者なのだろう。何者でもなく、人間なのだろうか。一体、精神病者とは何者であるか。僕のいた東大精神科は重症者を置かない、置く設備がないからである。 廊下の出入り口の一箇所に鍵がかかるだけで個々の病室には鍵がかかっていない窓に鉄の格子がはまって脱出は不可能であるが窓は普通の洋室の位置にあり凶暴な患者は他の部屋へ乱入することもできるし窓ガラスを割ることもできる僕のいた部屋は永久戦犯の王子が発病直後を送られた部屋で発病直後は凶暴でこのガラス部屋は不向きであったから 松沢へ送られたそうである東大の外来室では千谷さんの見分けによって重症であり凶暴であると判断せられたものは松沢へ送られる習慣であり従って僕の病棟では脳梅毒患者を除いてはひどい患者はいなかった分裂病は二十歳前後に発病し周期的に繰り返して根治することがまずないので入院患者も3度目の入院とか 六度目とかいいうフルツものが多いしかし分裂病は知能を侵されることがないから仕事に従事して才能ある限り単に変わり者と世間に目されているだけで終生精神病院の厄介になることなく世を過ごす人々が多くあるに相違ない転換も今ではそれを一生欠かさず服用し続けていれば発作を起こさずに済む薬があるそうである。 ひどいのは脳梅毒だこれは知能を侵されるつまり地方状態となる肉体の条件が良ければマラリア療法で食い止めることができるが僕のいた時病棟の廊下をうろついていた40ぐらいの女の脳梅毒患者はもう肉体力がなくてマラリア療法を施し得ず仕方なしにペニシリンを打ったり人工栄養などでようやく生きて 地方状態で廊下をうろついている始末であったこういう患者は結局狂い死にする以外に仕方がないということであった問題は分裂病でありまたうつ病躁ううつ病などの患者である僕のいた病棟は重症者がいないのだから症状について僕はよく知らないし特に僕は1人だけ別室にいたから 廊下や便所ですれ違う以外に他の患者とは特別の接触がなかった僕の幻聴と絶望の苦痛に満ちた発病当時千谷さんが診察に来てくださって「すぐ入院させたいがあいにく一人の部屋が塞がっており今すぐ入院することのできるのは5人の相部屋だ」という話であったその時僕は精神病者というものを凶暴なものだと幻想しており 何よりも僕自身歩行も不可能で防御や抵抗の手段が失われているのだから5人の合宿ということに病的な恐怖を抱いたその時石川淳が見舞いに駆けつけてくれて相部屋だっていいじゃないかただ眠るのだから他人の存在は問題ではない1時間1分でも早く入院しろ昔吉原に割部屋というものがあったし 記者の信頼も割部屋みたいなものであり同じ部屋で寝ているやつが殺人犯だか強盗だか見当がつかなかったはずだがそれを恐れたこともなかったし問題が起こったということもない割部屋だと思えば何でもないさと慰め進めてくれた今は割部屋がなくなったし割部屋があったらいつ洋服など身ぐるみ盗んでドローンされるか見当もつかず それだだ、け世間が平和じゃないんだと石川淳が彼らしい十戒回によって世相を外嘆していたのを妙にはっきり記憶しているところが東大の精神科へ乗りつけたら妙な偶然でまだ退院には間があると思われていた患者が退院し僕は一人だけの部屋へ入院することができた衰え果てた僕はその時ひどく安心したが 治療が終わって健康を取り戻して後はむしろ5人の相部屋へ入院しなかったことを残念だと思った僕は彼らの生態を細かく観察する条件を失ってしまったのであるしかし廊下や洗面所や便所で競争に満ちており無礼でありセンスを失いがさつな人々はむしろおおむね付き添いたちであり患者は静かで 慎んででいるのが普通であった僕の入院が知れ渡ると新聞記者が写真班同伴で十何組も乗りつけて千谷さんは撃退するに手こずられたよしであったすると僕が麻薬中毒だという説が飛び警視庁の3人の麻薬係が現れ千谷さんはカルテを見せて説得するのに2時間もかかったとこぼしておられたすると今度は。 僕が精神病院の3階から飛び降り自殺をしたというデマでまた十何組という写真班同伴の新聞記者に病院が大迷惑をかけられたがその時某新聞の記事にいわく「病院側が僕と記者との面接を拒否したことから次第にデマが生じた」と書いていた「こういう記事を書く社会部記者の強要を疑わざるを得ない」 精神病患者の発病当時の苦痛というものは他人と面会などのできる性質のものではないのである。数日間食事をとることもできず、肉体的にその機能を失うのである。歩行も不可能であり、第一、しゃべることもできない。幻聴と絶望に苦しむばかりで、ともすれば発作的に自殺するか、人を殺すか、 まことに際どい精神の極度の不安定の状態であるこの状態では特に親密な人々によってはともかく慰められ力づけられ反対に面識なく好意を持たない人間に対しては面会は不可能であり会えば何をやるか分からず病状を悪化させるばかりである医者が厳しく新聞記者の面会を拒否したのは当然であり そのことについて認識のない新聞記者の教養は機械という以外の言葉がない。僕はこういう新聞記者のあり方、また新聞のあり方の方が常軌を一し、精神病的ではないが犯罪的なのだと判断せざるを得ない。つまり、小平的なのである。そして挙句は、戦争的なのである。精神病者というものは、 こんなに無礼であったり動物的であったりはしないものなのである。そして先ほども言うとおり自らの動物性と最も戦いあるいは戦い破れたものが精神描写であるかもしれないが自らに課する戒律と他人に対する尊厳を持つものが精神描写の一特質であることは忘れるべきではない。昨年 定銀容疑者の平沢氏が東京へ連行された時新聞は容疑者に過ぎないものを発表したのは不特技であると言って当局を責めたしかしもし警視庁がこれを極秘裏に行い密かに平沢氏を小樽から東京へ連行した場合これを新聞記者が探知したならば特種として全紙面を埋めるぐらい書き立てたはずである。 現に平沢氏の前に水戸の防止が密かに取り調べを受けているとき、これを書き立てたのは新聞であり、当局は秘密にしていたのである。発表すれば不得になりといい、しかも自らは密かにスクープして発表し、それを独特としている。自ら背徳を行いつつ、それを他人にのみ責めて内政することを知らない。精神病者には、 こういうい内政のなさ他人への無礼に対して自ら責めることを忘れている者はいないだからもし精神病患者が異常なものであるとすれば精神病院の外の世界というものは奇怪なものであり精神病的ではないが犯罪的なものなのである精神病者は自らの動物と戦い破れた敗残者であるかもしれないが 一般人は、自らの動物と戦い争うことを忘れ、点として内政なく、動物の上に安住している人々である。小林秀夫も言っていたが、ゴッホの方がよほど健全であり、精神病院の外の世界がよほど機械なのではないか。と、これはゴッホ自身の説であるそうだ。 僕もまた、そう思う。精神病院の外側の世界は、背徳的、犯罪的であり、怪奇千番である。人間はいかによりよく、より正しく生きなければならないものであるか。そういう最も激しい懸念は、精神病院の中にあるようである。もしくは、 よりよく、より正しく生きようとする人々は精神病的であり、そうでない人々は精神病的ではないが、犯罪者的なのである。